川家が入江家にお世話になり始めて早4ヶ月。やっと生活にも慣れてきました。でっかい口、早くしろよ、俺も使うんだから。今終わるから待っててよ。意地悪なんだから。でもこの男の子が私の憧れの人、入江直樹なんだよな。ん？あら、夏休みなのに早いわね、二人とも。おはようございます。俺は部活、まあ彼女は違うみたいだけど。コートーコーちゃん、一緒に補習行きましょう。え？キーちゃん補習？50番じゃなかったの？はい。それは中間、期末がダメだったんだろ。出会いとさよなら、風の中ではしゃぐ春の日にはパステルから踊り出すよさ、物語が始まる。すぐさま僕は君の元へ飛び出してゆくのさ。待っていてよ、華やぐ街を やっぱりバカだな。何がよ。補習だろ、やっぱりお兄ちゃんに教わらなきゃダメなんだ。口の減らない。で、何書いてるの？見んなよ、僕の自由研究。もうやってるの？当たり前だろ、宿題なんだから。まったく、夏休みの宿題なんて残り2日でやるもんよ。だから補習になるのさ。じゃ、行ってきます。私も急がなきゃ。カバン忘れた。まったく騒がしいやつだな。でもこれで出だしからバッチリだ。7月26日、今日から夏休み。だけどコトクは朝からバタバタと補習に行きます。あんな高校生にはなりたくないと思いました。おはよう、天才くん。朝からテニスとは優雅なもんやな。あんたもご苦労なことだね。天才天才言われてるやつかて、いつけだものになるかわからんよってな。ああ、確かにな。なに金ちゃん、お待たせ。さあ行こう。おう。行ってらっしゃい。ん？あら、パパたち同窓会があるのね。あ、そうだわ。コトコ、おはよう。おはよう。ねえ、あんたってさ、F 組の入江じゃなかったの？いや、お守りの効果が切れちゃったみたいで。あんたらしいわ。ああ、そういや、旦那も来てんのね。何見とんのや。やっぱりかっこいいな、キリエ君。ぬまー、コートコ、男はな、かっこいいだけじゃあかんのやで。はい、じゃあ今日はここまで。なあコートコ、
新しい家建てとるっちゅう話どないなってん。それが私よく知らないのよ。はあ？お父さんもあまり詳しく教えてくれなくって。なんや、そしたらちょっと見に行こうや。え、今から？せや、ちゃっちゃと建ててもろて。ああいう悪魔の家からは早出た方がええさかいな。うそ、なんや、全然進んでへんやん。4ヶ月も経ってこれだけってどういうこと？おい、コトコ！ここは勇気の部屋にして、そうね、あの子もすぐに大きくなるだろうし。それじゃあここはカラオケルームにしてもいいかな。それは地下にしてちょうだい。それよりお兄ちゃんとコトコちゃんの寝室を決めちゃわないと。そうそう、あとは2人の子供部屋もね。そこまでお世話になっちゃって。いいんですよ。まずはとにかく2人が来年卒業するのを待ってからこの計画を進めて。何の計画を進めるって？いや、直樹くん。ただいま。お父さん、新しい家。冗談じゃない、俺とあいつが結婚だと。結婚？まあ落ち着きなさい直樹。だってお兄ちゃんに言ったら反対するでしょ。当たり前だ、あんなのといつまでも一緒にいられるか。何よその言い方。俺にだって選ぶ権利くらいあるって話さ。ほんと、後で結婚したいなんて言ったって絶対してやんないからね。そりゃ安心だな、もし好きになっても過ちを起こさないで済む。とにかくこんな話はこれでおしまいにしてくれ。お兄ちゃんたら。もう、何よ、あんな言い方しなくたっていいじゃない。ジンコだ。もしもし、ウォーターランド？いつ行くの？8月26日？星終わった次の日だね。みんなでプールか。いいね。コトコちゃん、プールに行くのね。まだまだコトコのおバカな行動が続いています。と、8月5日。今日はお母さんがケーキを作りました。途中からコトコが手伝ったらとても気味の悪い代物になってしまい、すごく頭にきました。8月10日コトコのいびきがすごいとお兄ちゃんが言ってました。今度確認したいと思います。悪いねママ、私たちだけ1週間も。気にしないで、同窓会なんでしょ。実家に戻るのも久しぶりなんだし、ゆっくりしてきたらいいわ。コトコ、お土産買ってくるからな。いってらっしゃい。じゃあ、行ってきます。はしゃいじゃって。コトコちゃんも夏休みなんだし楽しんだら。そうですね。例えばプールにでも。はい、星終わったらウォーターランドに行こうと思ってます。よっしゃー、泳ぐでー。プールがいっぱいある。いい男いないかな。どうせ子供連ればっかよ、こんなとこ。あ、そっか、まあいたとしてもコトコみたいな水着じゃね。ん、何が？コトコならいいんじゃない。ちょっと何よそれ。そんなことないで、コトコは何着てもプリッチーや。何かおかしいかな。色気のない水着の。イリエ君。なんやなんや、わしらのことつけてきとったんか。ご苦労さんやの。あんたじゃあるまいし、そんなわけないだろ。やっぱり入江君も里美たちみたいな水着の方がいいのかな。
なるほど。プール？お兄ちゃんと一緒ならって、ママが。なんで俺が。ちょっと、お兄ちゃんでしょ。こういうわけか。補習組のくせにこんなとこ来てていいのかよ。どうせ宿題も終わってないんだろ。言ったでしょ、宿題は残り2日で終わらせるって。夏休みやで、宿題なんてやばなこといいな。楽しまんでどうすんね。ほら、ことこ、行くで。あ、うん、ビー、どや、ことこ、見とんか。見て見て、すごいクロール。今度はこれや。金ちゃん、はずいよ。ことこ、任せろ。子供のボールはわしが取る。うわー、うわー。そうだ、近くに行かなきゃ観察にならないもんな。ねえお兄ちゃん、アイス食べたい。アイス？じゃあここで待ってな。うん、よっ。おバカコトコの観察日記、今日はスクール水着編だ。あああああ、お兄ちゃん。バニラ1個ですね。はい。なんかあったの？子供が溺れたみたいだぜ。大丈夫なの？ お客さん。ユキ。助けてもろといて何言うとんねん。助け？ダメだよ、ゆうきくん。こんな足のつかないところに来ちゃ。しかしなんや、坊主泳げへんのかいな。うるさい、触るな、バーガン。補習組のくせに。なんやと。来たのかよ。違うわよ。じゃあなんだ。あれ乗ろ、あれ。あのウォータースライダー、ここの名物なんだよね。夏休みなんやで、楽しまな遊んやろ。レッツゴー。分かったから話せよ。ほらほら、急いで急いで。バカが映るだろ。もう何よ、話せって。バカ。よし、勝負や。お前になんか負けるもんか。力の差っちゅうもん見せたるわ。大丈夫みたい。しかし金ちゃんとあの子ってお似合いよね。金ちゃんが小学生並みってこと？おーい、男もはよやりーな。なんだよ、ビビってんのか。言ったな。よーし、入江君。うん。ありがとう。いいよ、
ユキ、助けてくれただろ。入江くん、優しい。なんやねん。もうお兄ちゃんったらなんだかんだ言ってもう一押しね。8月26日、今日はプールに行った。琴子は色気のない水着ではしゃぎ溺れました。だから僕が助けてあげました。琴子ちゃん、悪いんだけど私も実家に戻らなきゃいけなくなったの。え、どうしたんですか？さっき連絡があって、実家の母の具合が悪いらしいの。え、大変。大したことはないみたいだけれど、ちょっと心配だから様子を見に行ってくるわ。はい。じゃあ、ゆうきは連れて行くから、お兄ちゃんと二人で家のことをお願いね。は、はい。なんで僕だけ？いいから早く来なさい。いやだ、僕も残る。ダメ。入江くんと二人っきりだ。おい、夕飯よろしく。よし、すっごいの作って入江くんを驚かせちゃおう。なんでこんなことになっちゃうのよ。今覚えた。あの入江くんと二人っきりで食事をしてるなんて、なんか新婚さんみたいなんて。おいしい。うん。何か話さなきゃ。あの入江くん、うん、宿題って1日目で終わらせた。言っとくけど、あんたの頭だと2日じゃ終わんないぜ。そんなに難しいの？ま、頑張りな。ちょっとぐらいは助ける気ないね。冷たい。冷た。僕なんでこんなとこにいんだろう。はあ、あの2人今頃いいムードになってるかしら。もしかしてあの計画も早まっちゃったりして。マジやばい。入江くんと二人っきりとか言ってる場合じゃないかも。入江くん、もう寝ちゃってるんだろうな。宿題終わってるんだし。そうよ、終わってるんだ。神様、仏様、ごめんなさい。私、怪盗をちょっぴり見せてもらいます。風のごとく忍び子、くのいちことこ参上。何やってんだ。な、8月28日、あと3日で夏休みも終わります。でも琴子は宿題に何一つ手をつけていないので、多分ベソを書くでしょう。今からとても楽しみです。何よこれ。まったく、失礼しちゃう。いろいろ書いてきたけど、本当はとっても美人で優しい素敵なお姉さんです。僕は大好きです。これでよし。時間、こんなことしてる場合じゃないの。どういうの、入江くんのノート。何してんだよ。あ、なんにもしてない。
何も盗んでません。分かってるよ。大丈夫、恥かかせたりしないからさ。あいつが言ってたな、天才がいつけだものになるかわからないってさ。ダメ、入江君のこと好きだけど、まだ早いと思うの。ほらほら、まずは健全なお付き合いをしてから、それから徐々。安心しろよ、健全も何も付き合う気なんてないから。からかったのね。おい、忘れ物。残念だな、脅かしちゃったお詫びに宿題のノート貸してあげようと思ったんだけど。そっか、いらないんならしょうがないよな。そこまで言うなら借りてあげてもいいわ。はあ、ついでに写すのも手伝わせてあげる。こいつ、そっか、なるほどね、分かっちゃったかも。どういうやつなんだ。ねえねえ、入江君、これは？はあ？って、ちょっと待て、さっき分かったって言ってなかったか。言われた時はなんか分かった気になったんだけど。考えられん。こうかな？違う！え？嘘？なんで？この俺が、なんでこんなに熱くなってるんだ。崖っぷち F 組冬の陣、絶対ハッピーになるからね。